知らずに置いたこれらのものが運気を下げて霊を呼んでしまうことになるかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様最近なんかついてないなぁと思うようなことございませんでしょうかね。実はお家の中に置いてあるだけで邪気が溜まってしまうものがあるんです。これがあるだけで運気が下がってネガティブな波動に引っ張られてしまうのだけは避けたいですよね。そこで今回は2023年完全版、お家にあると邪気を呼ぶアイテムというテーマで、お家の中で重要な5箇所をピックアップして、各場所での NG アイテムをご紹介し、停滞している人の運気を上げる方法についてお話しさせていただこうと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄やね、公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。それでは行ってみましょう。お家の中で運気に大きな影響を及ぼしているのが気の流れです。この気の流れがね、滞っておりますとね、そこに住んでいる人の運気に、ね、この悪影響を及ぼしてしまって、体調不良の原因にもなってしまいます。ご自宅の気が滞っている場合ね、そこに住んでいる住人の運気は下がり、ちょっとしたところで残念な思いをしなければいけないなんてことになってしまう可能性が高くなります。そもそもお家というところは、毎日元気に活動するための自分のこの気をね、充電するパワーチャージを行う充電基地といえる場所でございます。そこの気が滞っていたら、そう考えるとね、すぐに見直していただきたいと思うわけでございます。ということで、ここからはお家の中の NG 風水について、玄関、寝室、キッチン、お風呂場、そしてトイレという順番で、以上の5箇所を取り上げて、その各場所での NG アイテムをご紹介してまいりたいと思います。ぜひこの機会にね、見直していただければ幸いでございます。知らずに置いたこれらのものが運気を下げて霊を呼んでしまうことになるかもしれませんよ。お家の中の NG 風水午前1つ目は玄関。玄関というのは新しい気が入ってくる場所として、この気を流すという意味でもね、最も重要な場所と言われております。仮に靴が散らかっておりますとね、良い運がね、入ってくることはございませんよ。また玄関からは良い気だけではなくて、悪い気も入ってくる場所、入り口でございます。そうした悪い気を遮るために準備したいのが、まずは玄関マットです。玄関の扉を開ける前に、玄関マットで外出につけてきたその邪気をね、足元から払い落として、お家の中に入るよう意識なさることをお勧めいたします。それではそんな玄関に置いてはいけない NG アイテムをご紹介させていただきたいと思います。玄関にあると NG なアイテム6000、1つ目はぬいぐるみ。ぬいぐるみはこれ、良いも悪いも気を吸い取るものとされておりますよ。でもどうしてもね、玄関にぬいぐるみを置いておきたいということであれば、まあ、多くても3つ程度に絞られて飾れるようにいたしましょう。ただしそれにはね、条件がございますよ。その条件と言いますのが、玄関やぬいぐるみをね、綺麗な状態で保つということでございます。絶対ね、ホコリがかぶるような状態でそのぬいぐるみたちをね、これ飾ってはいけません。玄関にあると NG なアイテム6000、2つ目は家族写真。玄関に家族写真が飾っておりますよなんてご家庭も少なくありません。ただ家族写真を玄関に飾ってしまいますと、その写真に写っている人、つまり家族の良い気を外へと逃がしてしまって、家族運を下げてしまうと言われております。玄関にあると NG なアイテム6000、3つ目はドライフラワー。生きている生花を乾燥させて作られたドライフラワーは、死を連想させるアイテムとして考えられておりますので、玄関だけではなくてお家の中に飾るのは極力ね、控えるべきと言えますよ。玄関にあると NG なアイテム6000、4つ目は脱ぎ散らかした靴。玄関に脱ぎ散らかした靴を置きっぱなしにする行為もこれ NG でございます。これは先ほど少し触れましたけれども、外出先から戻ってきたら使った靴を玄関に置きっぱなしにしておかないで、シューズクロークなどへね、これしっかり片付けるようにいたしましょうね。玄関にあると NG なアイテム6000、5つ目は雨に濡れた傘やレインコート。雨に濡れたアイテムは邪気をまとっていると考えられておりますよ。濡れた傘やレインコートは玄関内ではなくて、玄関の外で脱いだらタオルなどでこの雨水を拭き取ってからね、きちんと片付けるようにいたしましょうね。玄関にあると NG なアイテム6000、6つ目は玄関の真正面に鏡を設置する。鏡というのは水を表し、気の流れに影響を与えることから、むしろね、玄関に鏡を飾ること自体はこれ開運につながると考えられております。ただし玄関の真正面に鏡を飾りますとね、良い気を跳ね返してお家全体の気の流れを停滞させてしまうことになってしまいます。
玄関に鏡を設置する場合はせっかく入ってきた良い気は追い返せないためにね、玄関に向かって左右に設置するようにいたしましょうね。じゃあ左右どっちがより良いのと聞かれましたら、インテリアの兼ね合いでどこにディスプレイするかはもちろん重要なんですけれども、と同時に左右正面のどの位置に設置すると運気が上がるのかと申しましたらね、玄関を入って右側、これね東の白虎が使用しておられますので人間関係に効果的でございます。逆に玄関を入って左側は西の青龍が使用なさっておられますので金運アップに効果的でございます。まあ、そうしたことを考慮した上で、あとは玄関の雰囲気とかね、あとはデザインに合わせられて鏡を設置していただければと思いますよ。ということでまとめ、玄関にあると NG なアイテム6選、1つ目はぬいぐるみ、2つ目家族写真、3つ目ドライフラワー、4つ目脱ぎ散らかした靴、5つ目雨に濡れた傘やレインコート、6つ目玄関の真正面に鏡を設置する。以上、玄関に置いてあると NG アイテム6つのご紹介でございました。では次に寝室でございます。お家の中の NG 風水5選、2つ目は寝室。睡眠によって新しい気を取り入れて体をパワーチャージする重要な場所でございますから、実は自分が思っている以上に大切な役割を果たしている寝室という空間、そんな寝室に良い気が満ちておりますとね、寝ている間に運気をアップすることができます。ところが NG アイテムを設置しておりますと、せっかくのパワーチャージも半減してしまいます。ということは運気も半減してしまうことにつながりますので、やはり気になるところですよね。では寝室における NG アイテムを5つご紹介してまいりたいと思います。寝室にあると NG なアイテム5選、1つ目は鏡。まず1つ目はね、これ鏡類でございます。寝室に三面鏡とか姿見、あるいは小さな鏡でも置いてあって、その鏡に自分が映り込むような場所に設置してある場合は、パワーを吸い取られていってしまっている可能性がございますよ。もし自分が映り込むような場所に設置してある場合はね、本来は英気を養うはずの場所でエネルギーが失われていってしまってはね、これ元も子もありませんから、そうならないために、例えば自分の寝姿が映る場所に鏡がある場合ね、就寝時は鏡の向きを変えられたりとか、あるいは布をかけて鏡を目隠しするなどね、何か対策を講じるようにいたしましょうね。寝室にあると NG なアイテム5選、2つ目は電子機器。寝室にテレビやパソコンなどの電子機器が置いてあるという方もおられるでしょうし、スマホの充電器をね、これ置いていらっしゃる方も少なくないでしょう。就寝前に寝室でスマホを持ち込んで寝落ちするまでスマホに触れていたという話もよく耳にいたします。ただし電子機器からはね、これ電磁波が出ておりますので、脳を休めたり体を休めるという意味では快眠を妨げてしまう原因につながってしまいます。またテレビやパソコン画面に映る自分の寝姿は鏡と同じ効果が発揮されて運気を吸い取ってしまわれるとされております。寝室にあると NG なアイテム5選、3つ目は水槽、水に関するもの。水槽というのは金運や財運を引き寄せてね、このお金を貯める効果のあるアイテムなんですけれども、水関係のアイテムも陽の性質を持つとされておりますので、陰の行動をとる寝室との相性がこれ悪いと言えます。水関係のアイテムというのはこの水槽の他に花瓶とか噴水を模した置物なども NG とされておりますよ。寝室にあると NG なアイテム5選、4つ目はドライフラワー。玄関での NG にもこれドライフラワーをあげましたけれども、本来お花を目にすれば心を和ませてくれる、そんなポジティブなエネルギーを放出していて運気アップにつながるわけなんですけれども、ドライフラワーに関しましてはね、これ運気アップには逆効果アイテムとも言えます。寝室にあると NG なアイテム5選、5つ目は大量のぬいぐるみ。ぬいぐるみに関しては玄関の NG アイテムでもご紹介した通りなんですけれども、気を吸い込んでしまうもんでございます。そのあたりのことを気をつけながらね、綺麗清潔に保ってポジティブな言葉を話しかけられて、むしろ良い気を入れ込む意識で大切に扱っていただければ、そこまでね、まあ大きな問題ないかと思います。ではまとめ、寝室にあると NG なアイテム5選、1つ目は鏡、2つ目電子機器、3つ目水槽、水に関するもの、4つ目ドライフラワー、5つ目大量のぬいぐるみ。以上5つ寝室の NG アイテム5選の紹介でございました。ではお次、お家の中の NG 風水5選、3つ目はキッチン。キッチンは金運を司る場所として、お家の中でも重要なスポットでございます。そんなキッチンに相性の悪いものを置いてしまいますと、悪い気を呼び寄せて金運が逆に大幅ダウンしてしまう可能性がございます。そうなってはシャレになりませんので、キッチンに置いていると運気が下がってしまうアイテムを5つご紹介させていただきますので、ぜひねお気をつけいただきたいと思います。キッチンにあると NG なアイテム5選、1つ目はお財布。お財布とキッチンは金運つながりでございますので、相性が良いと思われがちなんですが、実は火を取り扱うキッチンとお財布自体は、これ相性はとっても悪いアイテムでもあります。キッチンにとって相性が悪いというよりは、お財布側から見てキッチンとの相性はよくありません。
と申しますのも、お金を置かしているお財布を火を取り扱うキッチンに近づけてしまいますと、火の気に当てられてお金が消失して消えてなくなってしまうというね、そういった相性の悪さがございます。つまりお金が燃やされてなくなってしまうことを嫌って、お財布からお金が逃げ出ていってしまうということから、お財布を火の気のあるね、そのキッチンに置いておくと金運が下がってしまうので NG というわけでございます。キッチンにあると NG なアイテム5選、2つ目は蓋のついていないゴミ箱。仮に蓋のついていないゴミ箱をキッチンで使っておりますと、ゴミ箱に溜まったゴミから悪い気が放たれましてね、その悪い気に呼び寄せられるようにして、他からまた悪い気が引き寄せられてしまうというわけでございます。もしゴミ箱に蓋がついていない場合は、特に生ゴミなどはね、これ別の袋に入れてしっかり口を閉じてね、封をしてから捨てるようになさったら、運気ダウンを最小限に防ぐことができるはずでございます。キッチンにあると NG なアイテム5選、3つ目は汚れた食器。一番最悪なのは、食べ終わったままの食器を洗いもせずにそのままシンクに放置している状態でございます。汚れた食器は悪い気を呼び寄せてしまいますし、キッチン全体の運気を下げてしまう NG 行為なんだということをね、ぜひ肝に銘じておきましょうね。キッチンにあると NG のアイテム5選、4つ目は食品の空き容器。コンビニや出前、テイクアウトなどで使われる食品の空き容器を出しっぱなしのまま放置することもこれ NG でございます。特に使い捨ての空き容器はね、これプラスチック製のものが多いと思いますけれども、プラスチックというのは火の気をまとっておりますので、水の気が流れているシンクや冷蔵庫周りとはこれ相性が悪いのでね、これぜひ取り扱いに注意しておきましょうね。キッチンにあると NG なアイテム5選、5つ目は出しっぱなしの包丁。包丁などの刃物は金運を下げてしまうと考えられております。そのため包丁を出しっぱなしにしておりますとね、キッチン全体の金運を大幅ダウンしてしまいますので、必ず使い終わったらきれいに洗って、水分を拭き取ったら所定の場所へと収納しておくようにいたしましょうね。包丁を出しっぱなしにしておりますと、金運を下げてしまうだけではなくて、家庭運も下げてしまいますよ。夫婦仲や家族仲が悪くなったりですとか、姑のね、この問題なども引き起こすと言われておりますので、注意が必要でございます。ということでまとめ、キッチンにあると NG のアイテム5選、1つ目はお財布、2つ目蓋のついていないゴミ箱、3つ目汚れた食器、4つ目食品の空き容器、5つ目出しっぱなしの包丁、以上の5つがキッチン NG アイテムとなります。では次にお風呂の NG アイテムについてご紹介させていただきたいと思います。お家の中の NG 風水5選、4つ目はお風呂。お風呂に入るのは体についた汚れとか垢を落とすだけではなくて、薬を落とすという意味もございます。お風呂に入っても薬を落とすことはできないばかりか、かえって薬を身に染み込ませてしまう空間になってしまっているとすればね、薬イコール運気を下げることになってしまいますからね、健康運や金運ダウンの可能性もありますし、夫婦の愛情運を左右する場所でもございます。そこでお風呂場 NG アイテムを5つご紹介させていただきたいと思います。お風呂にあると NG のアイテム5選、1つ目は1年以上使っているもの。水のことを風水ではダメージとみなしますので、お風呂場や洗面所などの水場に置いてあるものは常にダメージを受けていることになって、運気の寿命も1年と短いです。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなどの詰め替え用容器はできればね、1年使ったら処分して新しいものと交換するのがこれ風水的には吉と言えますよ。お風呂にあると NG のアイテム5選、2つ目は小さくなった石鹸。もう1回くらい使えるかなと思うくらい小さくなった石鹸は、これサイズ的にはそのままでも使いづらいですし、だからといって捨ててしまうのもこれさすがにバチが当たりそうでもったいないからといってね、新しい石鹸にペターンと貼り付けて使ってしまうことがあるかと思います。でも実はこの古い石鹸を新しい石鹸に貼り付けて使い切るというやり方、 NG アクションになってしまうんですよね。じゃあなぜダメなのかと申しますと、新しく新調した石鹸には新たな運気のパワーが宿っているのに、古い石鹸をくっつけて合体させてしまいますと、せっかくの新しい運気のパワーを損なってしまうことになるからですよね。お風呂にあると NG なアイテム5選、3つ目は外干ししないボディタオル。雑に扱っている人は1年を待たずにボロボロになってしまう人もいらっしゃると思うんですけれども、一般的にボディタオルの運気の寿命は1年でございます。また使用後は皆様どうなさっていらっしゃいますでしょうかね。もし浴室にそのまま干していらっしゃる場合は、しっかり換気とね、掃除を毎日行っていただければ問題ないと思うんですけれども、週に何回かだけお風呂掃除をしますよという方は、薬を付着したままのボディタオルを使い続けていることになりますよ。せめてボディタオルは毎日洗濯なさって天日干しをいたしましょう。お風呂にあると NG のアイテム5選、4つ目は排水口に絡まった髪の毛。排水口の汚れは金運にダメージを与えます。
毎日掃除をする余裕がないという方もいらっしゃるかと思います。せめてそういう方はね、排水口に絡まった髪の毛とか、あとゴミだけでも取り除くようにいたしましょうね。お風呂にあると NG なアイテム5選、5つ目は変色した古びたバスマット。運気は足元から入ってくるものでございますので、バスマットが古びていると古びた運気しか入ってまいりません。バスマットは1年で新しいものと交換するのはこれベストでございます。ということでまとめ、お風呂にあると NG なアイテム5選、1つ目は1年以上使っているもの、2つ目小さくなった石鹸、3つ目外干ししないボディタオル、4つ目排水口に絡まった髪の毛やゴミ、5つ目変色した古びたバスマット。以上5つの浴室 NG アイテムのご紹介でございました。またお風呂の NG アイテムに関しましては、こちらの動画今すぐチェック。お風呂に丸々を置いていたら超危険、役が落ちないお風呂の特徴5選も合わせてご覧くださいませね。では最後にお手洗いでございます。お家の中の NG 風水5選、5つ目はトイレ。邪気を漂わせない簡単にできる方法の一つがトイレの蓋でございます。これは蓋付きトイレに限ってのお話なんですけれども、トイレの水はきれいな水とは言い難い邪気を多く含んでいる水でもございます。邪気を含んだトイレの水から悪い気が放出してしまいます。そうなりますと水に金運が流れてしまう可能性も高まりますよ。そうならないためにもトイレに蓋が付いている場合は必ず蓋を閉めるようにいたしましょうね。またトイレに雑誌や本などの紙製品を置くと紙が悪い気を吸い込んで邪気を溜め込んでしまうことになってしまいます。ですので雑誌や本、またカレンダーなどの紙製品は全部外して、おまけにトイレットペーパーも必要な分だけを置いて、あとは収納ボックス片付けておきましょうね。ではまとめ、トイレにあると NG なアイテム、紙製品のもの、例えばカレンダーや絵を飾る、本棚を設置して本を置く、大量のトイレットペーパーを積み重ねて床に置いている、ということでトイレに関しての NG アイテムはこの程度にしておきます。またトイレの NG アイテムに関しましては、こちらの動画、危険トイレ、置いているだけで霊を呼ぶ、役が溜まりやすいからすぐ片付けてにてね、詳しく解説しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければより詳しくね、ご理解いただけるものと思います。ということで今回はお家の中の NG 風水について、玄関、寝室、キッチン、お風呂、トイレという順番で5箇所を取り上げまして、その各場所での NG アイテムをご紹介させていただきました。皆様のお家いかがだったでしょうかね。風水というのは家全体をトータルで考えることが重要でございます。なんだか運が悪い気がする、調子がいまいちだなという場合には、改めてお家の中の身の回りのものをチェックしてみましょうね。ということで今回の話は参考になったようで、お前とそこのあなた、いいね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また気づいたことや感じたことなどね、ぜひコメント欄にアウトプットなさってみてくださいませね。公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げております。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。